ドン元監督、大谷翔平にエンゼルスなんか捨てちまえとかつ。元エンゼルス監督で名将として知られるジョー・マドン氏が24日、ワールドシリーズ終了後に FA となるエンゼルスの大谷翔平投手29について、大会を探り、勝てると思えるチームに行くべきとの意見を表明した。メジャー OB らによる番組ファウルテリトリーにゲスト出演したマドン氏は、大谷がエンゼルス残留よりも他球団の可能性を探るべきかと聞かれるとこうコメントした。プロとしてここまで懸命に努力してきて、その選択が与えられているのだから、大谷翔平という美しい魚は水かっこ市場を探りに行くだろうし、そうすべきだ。彼は心から勝ちたいと思っている。決してリップサービスなどではない。だから彼にとって毎年勝てる、毎年プレイオフに行ける、毎年大舞台で投打をやらせてもらえると思えるチームに行くと思う。アメリカナイズされたところもあるし、多くの違いに対してもだいぶ慣れた。お金なんてものは彼がどこへ行こうと勝手についてくる。我々は君が投手として復帰することにかけるというグループはたくさん存在する。彼が復帰することを信じ、勝てるチームがある。そこが獲得すると思う。私は彼にはこんな狭い場所より光り輝く海で活躍してほしいし、彼は史上最高の選手だから、それこそが彼にふさわしい。この世の野球ファン全員が思ってること。こいつメリンに私が監督なら翔平にこんな無理はさせなかったってブチ切れてたな。言うほどマドンに止められたか？マルタ語やアメリカ本部のコピペみたいな文章や。残留して喜ぶんこの世にトラウトやモニアックやネトやオハッピやサンディアラだけ定期。愛を感じるわね。ネビンも同じこと言うやろな。マルタ小屋の人か。結局弱小チームだから好きにできるんだよな。ヤンキースで同じことやれて初めて真のスーパースターになれる。エゴイストだね。大谷の好きなようさせてあげたい恋人もいれば大谷のためなんだと亭主関白気取りで抑えつける男もいる。